国鉄 EF59 軽電気機関車。EF59 型は、1964年、昭和39年に登場した日本国有鉄道、国鉄の直流用電気機関車である。山陽本線の瀬野八本松間にある、瀬野八と呼ばれる22.6パーミルが連続する、勾配区間の補助機関車、補機として使用するために、EF53 型と EF56 型から、 改造された。山陽本線の瀬野八本松間では、1962年に電化が実施された後も、貨物列車用の補給としては、従来の D52 形状機機関車を使用していたが、1963年、昭和38年度末に、岡山広島間の貨物列車を電気機関車に置き換える際、瀬野八の補給も全面的に、 電気機関車に置き換えることが決定された。計画段階では EF60 型をベースに新形式機関車を製造する案や EF10K あるいは A10 型を改造する案、ED60 型を増備して使用する案なども出されたが置き換えにかかる経費を考慮し、新越本線電化及び東北本線、高崎線の客車列車の電車化により、 余剰となる EF53 型を改造して、補給とする案が採用された。当初、最高運転速度は、時速 85km 以下で、形式は EF20 型となる計画だったが、特急列車が、広島駅で補給を連結して、広島瀬野間で、時速 90km での運転を行うことから、最高運転速度時速 85km 以上を、 意味する EF59 型という形式になった。主な改造内容は以下のようなものである。昭和40年代前半には1万経過車のみで蘇生された高速貨物列車が増加したが、同列車の補給運用を行うにはブレーキ管やジャンパ連結機の接続が必要となり、解決作業に時間を要する状況となった。これらの解放作業を簡略化するため、 電空式密着自動連結機を取り付けることとなり、後期改造車は当初より初期改造車は追加改造の上装備された。その結果東京型の連結機周りは非常にいかめしい構えとなった。EF53 型は1968年までに19両前期が EF59 型に改造された。後に EF56 型から5両が追加改造され、 EF59 型は計24両が在籍していた。1963年から1968年にかけて EF53 型から改造されたグループである。番号の新旧対象は次の通りである。増備のために1969年と1972年に EF56 型から改造されたグループである。 EF56 軽前機型から改造された EF5920 から23は丸みを帯びた車体をしているが、後期型から改造された EF5924 のみかどばった車体をしている。EF53 型への改造内容に加えて、暖房用ボイラー、SG の撤去が行われた。しかし、もともと SG を搭載していたために、車体の腐食が激しく、 また比較的少数派のために EF59-21 を除いて比較的早く運用離脱した。番号の新旧対象は次の通りである。1963年から瀬野機関区に配置され蒸気機関車に代わり、瀬野八野が補給運用に使用されたが、運用区間や連結量数は列車によって異なっていた。基本的に貨物列車は連で補給運用を行い、 一部の2の軽い600トン以下、貨物列車と荷物列車、旅客列車については短期で補給運用が行われた。また、貨物列車については、瀬野駅に停車して後部に補給を連結するのが基本で、あるが、速達性を要求される1万経過車を使用した高速貨物列車については、広島総車場にて補給の連結が行われ、瀬野駅は通過となっている。 寝台特急列車のように、瀬野駅が通過設定となっている旅客列車については、広島駅から補給が連結された。瀬野から八本松にかけての勾配区間での後押しの2を終えた EF59 型は、八本松駅手前で走行開放を行っていたが、一部の列車については、走行開放を行わず連結したまま、西条まで走行し、 そこで列車より開放されていた。セノ八は、上り方向への肩勾配であるため、候補機の務めを終えた e f 5 9型は、下り列車に連結されず、回送列車で、セノに戻っていたが、列車密度の高い山陽本線ゆえに、短期で回送されることはなく、最低でも10連、最高で60連を蘇生して、回送を行っていた。 老朽化が進んだことから1977年に後継機として EF61K200 番台が開発されたが、10連使用時に不具合があることが判明したため8両を投入した時点で置き換えは中止され、1200トン列車には老朽化をして引き続き EF59K10 連が使用された。後継機の開発が遅れたため EF53 型よりも後に登場した。 EF56 系及び EF57 型と比べて長期間使用されたが、1982年から EF67 型が開発、増備されたため、残った車両の廃車が進み、1986年10月12日の運行をもって全車が運用離脱した。e f 5 9 0は保存を目的に西日本旅客鉄道 JR 西日本に承継され、 下関地域鉄道部下関車両管理室で保管されてたが2006年7月に除籍され解体された。この車両の廃車により本形式は2006年度に廃形式となった。現役時代は保機専用という地味な存在だったが長期間使用されたために保存期が多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。